問題,1問題1でははじめに質問を聞いてくださいそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください「<例>男の人が 女の人に頼んでいます。どれを取りますかすみません。ちょっとそれ取ってください。えどれですかあ、その花の本です。どれを取りますか 正しい答えは一です。では、始めます。一番病院の人が薬について話しています。はじめに何をしますか朝ごはんの前に水を飲んでください。それから朝ごはんを食べてください。 食べ終わったら、薬を三つ飲んでください。はじめに、何をしますか。二番。店の入り口で。 店の人と男の人が話しています店の人は靴をどこに入れますかいらっしゃいませどうぞお入りくださいえっと靴はどうしたらいいですかこちらで脱いでくださいこの棚の一番下に入れておきますのではいありがとう 店の人は靴をどこに入れますか3番男の人と女の人が会社で話しています。女の人はどうしますか あのー、誰か田中さんの電話番号わかりますかはい、私知っています。じゃあ、すみませんが、田中さんに電話して、明日の電車の時間を言ってください。はい、わかりました。八時半ですよね。ええ、そうです。女の人はどうしますか 4番お母さんが男の子に頼んでいます。男の子は何をしますかねえ。何お母さん、牛乳買ってくるからお風呂洗ってくれないええー、もうすぐ見たいテレビが始まるんだけど。牛乳買ってくるのとどっちがいいえぇ、ー。 お菓子も買っていい一つだけよ。わーい、じゃあ行ってくる。わ、あと十分だ。自転車で行こう。男の子は何をしますか 5番レストランで店の人と男の人が話しています。男の人はこれから何をしますかいらっしゃいませ。食事のメニューはありますかすみません。2時からコーヒータイムになります。飲み物だけはいケーキはございますが。そうじゃあ。 ままたにします。「男の人はこれから何をしますか」6番先生が話しています。来週、 学生はどうしますか前に話したと思いますが来週のこの時間私は会議があるので来られませんで代わりに山田先生が来てくれることになったので授業はいつも通りですこれからプリントを配りますからうちでやってきてください先生 それ、宿題ですかはいそうです「来週学生はどうしますか?」7番「男の人と」 女の人が携帯電話で話しています女の人はこれから何をしますかもしもし田中さん今暇ええもう授業はないし帰ろうと思ってたところテニスしませんかテニスいいけど 私、あまり上手じゃないわよ。あ、大丈夫です。コート取ったのに来られなくなった人が多くて困ってるんですよ。そう、じゃあすぐ行くわね。女の人はこれから何をしますか 8番男の人と女の人が話しています明日どこで会いますか明日どこで会いましょうか駅の前の喫茶店わかりますか駅の前はい駅の前にホテルがありますよねその隣に喫茶店がありますそこで3時に会いましょう ホテルの中の喫茶店もいいですがちょっと高いですからはいわかりましたじゃあ3時に「明日どこで会いますか?」。 問題,2問題2では初めに質問を聞いてくださいそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から一番いいものを1つ選んでください「<例>駅で駅の人と 女の人が話しています女の人のカバンはどれですか忘れたのはどんなカバンですか黒いカバンで黒いカバンですねこれですかい,いえもっと丸くてポケットがないカバンなんですけどえーじゃあこれですかあそれです ありがとうございました。女の人のカバンはどれですか正しい答えは二です。では始めます。 1番。1> 男の人と女の人が話しています。猫はどこにいますか？かあ、机の下に猫がいますね。あれ、猫じゃないんです。犬なんですよ。へえ小さいですね。猫もいますよ。ほら、あそこ椅子の横で寝ています。 猫はどこにいますか?」「2番」「店の人と女の人が話しています」「女の人は何を買いましたか?」「いらっしゃいませ!」 何にしますかりんごを3つみかんを5つバナナをあバナナは今日はいいわはいえっとりんごとみかん合わせて950円です女の人は何を買いましたか 3番テレビで女の人が話しています。この料理は何を使いますかこんにちは。3分で料理をの時間です。今日は果物を使ったサラダを作ります。果物は切る前に冷蔵庫に入れて冷たくしておきましょう。色の薄いものと濃いものを 両方使うと綺麗に見えます。ゆで卵やパンを一緒にどうぞ。では、作り方です。この料理は何を使いますか?。 4番女の人と男の人が話しています。女の人はどのパソコンがいいと言っていますかこれどうノートパソコンがいい。学校に持っていけるから。じゃあ、これはそれ高くないノートの方が高いんだよ、普通。小さくて安いの。 なないかなあこれかわいい軽いしそれ安いし小さいけどパソコンとしてはどうかなそうなの便利そうだけど女の人はどのパソコンがいいと言っていますか 5番会社で男の人と女の人が話しています。女の人はどこに会議と書きますか鈴木さん、ちょっといいかな。はい。明日、会議あった明日ですか ?13 日ですね。そう、そこに書いてあるんだけど、1時から。 一時は、私のノートには何もないです。あ、会議は来週の木曜日だ。それ、直しておいてくれる誰か間違えたんだね。はい。女の人は、どこに会議と書きますか 六番。先生が教室で話しています。今日はどこから始めますか。はーい。じゃあ授業を始めますよ。今日は五十八ページからですね。先生、五十六ページと五十七ページまだやってません。ああ。 そこ宿題でしたね。はい、先週は五十五ページまででした。じゃあその次からですね。宿題のページを開いて、今日はどこから始めますか。 7番女の人が冷蔵庫の話をしています飲み物を早く冷たくしたい時はどこに入れますかこの新しい冷蔵庫にはドアが4つあります広いところには大きな野菜などを入れてください水やビールジュースなどの飲み物を 早く冷たくして飲みたいときは下の狭いところに入れるとすぐにおいしくなります飲み物を早く冷たくしたいときはどこに入れますか 問題,3問題3では絵を見ながら質問を聞いてください矢印の人は何と言いますか1から3の中から一番いいものを一つ選んでください<例>はじめに 絵の説明があります。絵を見ながら聞きましょう先生と矢印がついている人がいます朝先生に会いました次に質問何と言いますかが聞こえます矢印がついている人は何と言いますか 3つの言い方が聞こえます。どれが一番いいですか一つ選んでください。1おはようございます。2, 2失礼します。3はじめまして先生に朝の挨拶をしています。 おはようございます。がいいです。正しい答えは1です。では始めます。1番 1> プレゼントをもらいました。何と言いますか 1, ?1 ありがとうございます。2, 2ごめんなさい。 「失礼します」2>, 2番「会社で挨拶をしています」何と言いますか?「1」「おはようございます」 二。お元気ですか。三。三スポーツの田中です。三番。椅子に座りたいです。何と言いますか。 1, 1ここいいですか <S ?2, 2 <S ここ誰ですか ?3 ここどうですか ?4 番 店の奥のネクタイを見たいです。何と言いますか ?1 あれを見ます 2, 2あれを見てください3あれを見せてください 5番、窓を閉めたいです。何と言いますか ?1、1> 閉めてもいいですか 2>, ?2、閉めてくれませんか ?3、閉めてください。 6番、タクシーに乗りました。東京駅へ行きたいです。何と言いますか 1, ?1 東京駅までお願いします。2, 2東京駅はどこですか ?3 東京駅へ行きますか 7番、写真を撮ってほしいです。何と言いますか ?1、1> すみません、一枚撮ってくださいますか 2>, ?2、すみません、写真を一枚くださいますか ?3、すみません、一枚撮りましょうか 問題,4問題4には絵などがありません文を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください<例>はじめに短い文を聞きますありがとうございます 次に、三つの答え方が聞こえます。どれが一番いいですか一つ選んでください。1、すみません。2、いただきます。3、どういたしまして。ありがとうございます。2は、2> どういたしまして。と答えます。 正しい答えは3で,すでは始めます1番「1> トイレはどちらですか?」1「あの人です」2「2> あちらです」3「そうです」 番失礼ですが今おいくつですか一。2 0歳です2二0日です三。8人です3番 日本語お上手ですね。一。いえ、まだまだです。二。いえ、上手ですよ。三。いえ、下手じゃありません。四番。 宿題はいつまでですか1一、昨日出しました 2, 2明日出すでしょう3来週までです5番山田さんは来ましたか 1, 1はい、まだ来ませんでした 2, 2はい、もう来ています3はい、そうです6番りんです、よろしくお願いします一。 こちらこそ、よろしく。二、はい、お願いしました。三、はい、よろしかったです。